千葉県安防軍の範囲安防軍は千葉県の軍。大火の改新の後に安防神社の神軍として建軍され、その後幾多の変遷を経て、現在の安防軍は以下の一丁よりなる。人口6,982人、面積 45.19km、人口密度155人、軽平方メートル。藤原旧跡室土木官。 上国阿波氷松里の表記が見られる。奈良県立柏原考古学研究所附属博物館展示。阿波国像の領域を中心に編成された。養老2年までは、和佐国に属し、安防国の設置に伴いその管轄になった。大化から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる、矢ガ軍の一つであり、安防座神社の所在地としておもんじられ、 文武天皇4年2月5日には軍事に、近親者の連任が許されている。一般に軍を治める軍事に、近親者を続けて任命することは禁止されていたが、安保軍では神社を代々祀ってきた、安保国造一族が重視されたものである。なお、藤原慶出土木館に、己井戸市十月上京国に波兵松里とあり、また、平城宮木館に、和佐国阿波軍、 片岡里福、織部、とも見え、状況、あは、表の表記であったものと考えられている。和名類受賞に記される軍内の里、演起式新名帳に記される軍内の式内社。元は、安防国の南西部のみを領域とし、その北西部の浦賀水道沿岸及び、平久里川流域は、へぐり軍、北東部の鴨川流域は、長佐郡南東部は、 朝日名軍に属していた。軍政施向時の1897年に平良軍以下の3軍を編入して安防国全域が安防軍1軍のみとなった。2006年に軍内の7町村が合併して南房総市となった結果、現在は旧平軍の巨南町のみが属する。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、 おおむね以下の区域にあたる。1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、縦野村10。 九十村11、稲戸村21、名古町22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩江村26、勝山町27、安田町28、佐久間村29、へぐり村30。 滝田村31、国府村41、白浜村42、七浦村43、朝日村44、県田村45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村61、 太見村村62、大仙村63、吉尾村64、雪村65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、千葉県洋蘭、1925年初秋、千葉県管内全図より、安房軍の部分自治体の変遷突起なき場合、千葉県安防軍士による、 主に近代の安房軍の産業について述べる。江戸時代、安房国には、木の国や伊勢国など、上方から漁民が移り、様々な漁法の発展をもたらした。上方からもたらされた代表的な漁法が、地引き網漁であり、これは、星化生産技術と共にイワシを取るための漁法として、広がった。江戸時代初期には、安房勝山で、第醐新兵により、 捕鯨の組織化が行われた。勝山を拠点に東京湾で行われていた沿岸捕鯨は明治期には捕鯨法による洋式捕鯨を取り入れ沿用漁業にも乗り出した。しかし明治42年にクジラ両取締り規則が制定されると漁獲港に政権が設けられたため、立山、オ津浜七浦を拠点として沿岸捕鯨を中心とする活動になった。 昭和23年、渡浦に、外房捕鯨株式会社が設立されており、21世紀初頭現在も、渡浦は日本に4箇所の捕鯨拠点の一つである。土クジラの沿岸捕鯨が行われており、クジラのタれが名物である。1878年、根本村で、ヘルメット式の潜水機を使って、アワビを取る潜水漁が始まった。 潜水量は以後急速に全国に広がり、その先進地である安房軍の潜水漁師たちは国内外に出稼ぎした。江戸時代、江戸幕府は峰岡山地に峰岡牧を置いた。将軍、徳川吉宗の命でインドから伝来した白牛がこの地で飼育され、白牛落が生産されたことから、日本の落農発祥の地と申されている。明治政府は接収した。 峰岡牧で落農事業を企画し、峰岡牧場を置いた。明治20年代頃からは民間でも落農業が盛んになり、大正期から昭和戦前期にかけ、安房地方は日本の練乳生産の中心地の一つとなった。1879年、大仙村出身の竹沢八太郎は東京、築地で牛乳店を開いた。 竹沢八太郎は米国から父牛を導入するなど、安房地域での畜産業において先駆的な役割を果たした。1916年、竹沢大地は安房地域の群賞の業者を急合すべく、暴走連入株式会社を設立。1917年、明治政党が暴走連入に資本参加した。その同時期、1916年に、 吉尾村出身の中村吉蔵らにより勝山町で設立された愛国連入は1917年森永製菓によって買収され日本連入株式会社が設立された。1919年暴走連入と日本連入は協定を結び安房軍の工場と営業権が暴走連入に譲渡された。なお安房地域に4つあった明治乳業の工場は 第二次世界大戦中に統制会社に現物教室されている。ありがとうございます。